告したって別にしなへんもんね。かっこいい。ドリブルを教えてください。そこからか。どんくさい自分が嫌。人に迷惑かけてばっかりの自分が嫌。いつか自分の力でありがとうって言ってもらえるようになりたいな。こんにちは、稲荷。神様。抱きしめた。先ほど君の心の悲鳴が聞こえた。だから今度は私が稲荷を助けたい。さあ願いを言いなさい。私は稲荷コンコン恋いろは1月から放送開始。今日も明日も恋をする